Marvelous! この声、ミョウビちゃん、こっちこっち、こっち見て。こっちこっちじゃない。あんたなんて格好してんのよ。ったく、で何が見えるのよ。あの日の中に飛び込んだら絶対熱いよね。リオナちゃん絶対気持ちいいよね。だからバカ。願わくば別の場所、別の時代、別の時間において幸せな人生を。ミョウビちゃん、あれ、お姉ちゃん。病気よ。お姉ちゃんに触らないで。おお、お前たちは。
ストーンって落っこちて、こんなに痛くて気持ちいい遊びがあったなんて、リョーナちゃん大感激だよ。あんたね、バカじゃないの。リョーナちゃんをバカって呼ばないで。じゃあなんて呼べばいいのよ。バカ犬って呼んで、それがダメならメス豚って呼んで。あんたと話してると頭が腐ってくるわ。そんなことより、さっきあそこにいたの姉さんよね。そうだった、気持ちよくて忘れてた。あれ絶対に陽気お姉ちゃんだったよ。陽気お姉ちゃんに会いたい。リョウビちゃん、さっきの場所に戻る？そうね。でもどっちに行けば戻れるんだろう。ほら見て、あっちに光が見えるでしょ。きっとあそこよ。本当だ、あそこにさっきの光る棺桶があるんだね。細かいことはいいから早く会いに行こう。どうしたの、リョウビちゃん。なんでもないわ。何か来たわよ。構えなさい、バカ犬。悪の誇りを舞い掲げるわ。束になっても無駄。
リョウビちゃん、リョウナちゃん、お久しぶり。それは永遠に忘れない。お姉ちゃん、生き返っちゃいました。永遠に忘れることができない奇跡のような8日間の始まりでした。どこかの遠くにあるという天国。
She made